みなさんこんにちは。あこです。みこです。あこみこです。はい、今日はキスのファンデを紹介していきたいと思います。キスの新作ファンデが発売されたんですけども、キスマットシフォン UV リキッドファンデ01番のライトピンクオークル、私は買いましたね。SPF25 の PA++。まあこのファンデーションはすごい、まあもともとキスの下地の方はすごい有名だったじゃないですか、うん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 、崩れないですみたいな。で私結構マットな肌が好きで、どっちかっていうとツヤってよりかはマットの方が好きなんですけど、この歌い文句がつけた瞬間肌にピタッとフィット一日中崩れにくいリキッドファンデということで、長時間つけたての美しい仕上がりをキープしてくれるそうなんですけども、これはね、あのニキビの元になりにくい処方とか、あとは、まあ、美容液成分たくさん入っています。でもう何がいいかっていうと、まずつけた時に、私がつける量にもよると思うんですけど、どっちかっていうとワンプッシュっていうよりかは半プッシュぐらい出して、うん、伸びがいいってこと。伸びもいいし、あのカバー力がすごくあるファンデーションなんですね、うん、確かにすごいカバー力だよね。そう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 。でしかも厚塗り感が出ないので、それさらっと綺麗な感じで、ちょっとワントーン明るくはなるんですけども、多分これのさ下地と多分合わせればもう最強なんだと思うんだけど、うん、買いたいなって思ってるんですけど、色もね5色展開あるから自分の肌に合った色をね、うん、選べると思うし、ぜひ自分に合う色を選んでみてもらって。なんかキスのファンデってさ、これが出るまでは 2色展開みたいなのが多かったじゃ ん、 でも今回5色展開で嬉しいよね。確かに汗皮脂吸着吸収パウダーっていうのと、デコボコ補正パウダーっていうのが入ってるので、まあサラサラにしてくれるし、デコボコフラットな状態にしてくれるっていうことで、私結構あのこれを使う前ぐらいからすごい毛穴が気になって、うんうんうん、でも毛穴っていじると広がっちゃうし、黒ずみができたりするからね。多分長期戦じゃないですか毛穴なんて。だからとりあえず、まあ、化粧してる時はやっぱり、ね、人から見られる仕事をしてるので、あの綺麗にしたいなって思ってこれを使ったんですけど、すごい毛穴も隠れるし、まあ、何よりも崩れない。うん、それが最強だよね。私のルーティン的に、まあ、化粧します、うん、家から出ます、仕事場に着いたらもうテカってるって感じなんです。あでも全然テカってなくて、うん、次の休憩までテカってなかったんですよ。うん、だから化粧直しもの時間も減ったっていうか、これのおかげで。だからこれからの時期にはいいね。そうで、まあマットあんまり好きじゃないなって人とかはこれにまたツヤを足したりとかもしてもいいと思うし、カバー力があるのであんまりそのコンシーラーとかも使わなくてもいいぐらい、ちょっと重ね付けするぐらいいいので、本当にお肌が綺麗な人に見えるのでぜひ使ってみてください。あと一緒に新作でコンシーラーも出てるので、カラーコンシーラー、そう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 、いろんな悩みに合わせて使えるコンシーラーも出てるので、ぜひそっちもよかったらチェックしてみてください。私もねライン使いしようかなって思ってるぐらい結構、そうなんだ。そう、私も夏に向けて新しいファンデ買わなきゃなって思ってたんで参考にしてみたいと思います。はい、はい、ということでキスの新作ファンデについて紹介しました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。2人のツイッターのアカウントもありますのでよかったらフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。